特性別全スタイルおすすめ工場キャラ紹介。カイドウさんが誕生日ということで、全スタイルでのミッションが追加され、クリアすればダイヤが9個もらえます。超フェスあんまり持ってないしクリアが大変。てか多様に全属性のスタイル別で使える工場キャラを紹介します。リーグに行きましょう。ディフェンダーから紹介します。一人目は戦闘丸。一人でお宝エリアにいるとき、お宝エリアの回復スピードが速くなります。お宝を貯めることで防御力も上がり、めっちゃ硬くなります。スキルの両方吹き飛ばしで、吹き飛ばした時の回復で、生存率も高いです。赤属性ディフェンダーでおすすめは、2面のフランキー。スキル2が超強い。以上です。青属性でおすすめは骨付き。スキル1は霊体を飛ばします。当たると回復とスキル2短縮、敵には混乱状態とのろけを付与します。スキル2もまあ強いです。ただキャンプに余裕でワンパンされます。使う際は要注意。どんどん行きましょう。次はアタッカー部門、花の池です。スキル2がとても強く、一度捕まえてしまえば、一発特性がなければほぼ覚醒で KO できます。スキル1もやばい火力です。次はクザン。スキル1のアイスエイジが鬼強いです。一度捕まえてしまえば最低 KO できます。お友達のココナスさんが貫突したクザンを扱っているのでそちらもどうぞ。アタッカー最後はフリンちゃん。スキル1の編集状態が強いです。そして体力が高いと通常攻撃が 1.5 倍になります。状態異常と合わせて戦いましょう。最後はゲッター部門、ナゴミちゃんです。自身に無敵状態を付与でき、その間も自由に動けます。スキル1で相手を行動不能にして抜くのも強い。そして赤属性はスネークマン、戦闘能力が高いです。敵倒して旗を奪い取りましょう。以上です。そして大鳥を飾るのはこの方、最強ゲッターオロビです。オロビは旗を抜く際、分身を出現させ、ラッシュ速度上昇します。ディフェンダーに貯められていてもこの速度。邪魔が入ったらスキル1で突き飛ばし、上位の速度で抜き去ります。旗を抜くことでチームメイトの弾幕も入ります。いかがでしたか？みんなもダイヤ手に入れてみてください。チャンネル登録よろしく。